自分が悪いか、弱いから負けました。ベルトは失いましたが、レッスル1を引っ張っていくという気持ちは失ってません。これからもまた改めて精進します。精進するんだったらもう今すぐ精進した方がいいんじゃない。負けた人の一夜明けの会見なんか俺見たことないし、今から精進した方がいいんじゃない。練習してこいよ今から。まあ意気込みっていうか、まあなんていうんだろう、まああくまで僕の持論ですけど、まあチャンピオンにはなったかもしれないけど、やっぱりね、自分のことが大してしっかりできてもね、いないのに、ファンのためだとかさ、ね、会社のためっていうのは、ちょっと俺とは考え方が全然違うんで、自分のことができて初めて、ね、ファンのため、会社のためっていうのができる人間だと僕は思ってるんで、まず己のことをしっかりね、やらないとダメなんじゃないのかなと思う。そういう浮き足だったところがあるから、昨日も簡単に足元すくわれてね、5、6本で負けちゃうんだよな。そういう下手でも言い訳は聞くつもりもないし、まあ、これからも別にね、一緒にやっていくつもりもないし、別にセコンドにくっついてもらいたくもないしね、俺はもうね、俺が行かなきゃもうダメだと思うからね、俺が行かなきゃもうこのベルトは取り戻せないって昨日の試合見てて思ったんで、まあ確かに本当ダブルアームっていう簡単な技だけど、あれだけの説得力を出せる選手ってやっぱ鈴木秀樹しかいないと思うし、ただでも俺ももうね、タイトルマッチっていうのがもう久々なんですけど、やっぱ大舞台でやってきた自負はあるんで、あとはもう過去最高の体重で挑めば絶対に投げられないと思いますんで、そういうもう自分の人生の中で最高のコンディションでこのタイトルマッチを挑みたいと思います。以上です。225キロかな、今までこの体重武器でね、相撲もプロレスもやってきたから、そんな中で相撲でもね、いっぱいね、怪力自慢な人がいるんだけど、俺持ち上げられたこと一回もないから、別に厳しくない。去年だけでしょ。その前だって俺この会社の中でも誰も取ったことのないタイトルも取ってきてるし、ちょっと一回ねベルト取っただけでそういう上から言うのもねおかしいと思うし、今なんかもう人食いザメでもアザラシに食われる世界だからね、今あんまりそういうこと言ってると痛い目合うよって感じですよね。あれぐらい、もう、なんだろう、もともと力士ですからね、体重増やすプロだったんで、誰よりもそういうのは知り尽くしてます。はい、昔、相撲の巡業っていうのが、大体3週間あったんですけど、初日に来てた浴衣が、巡業の最終日には入らなくなってましたね。今、ステーキ3キロぐらいですかね。まあ支援してくれる人から
そういう牛1頭分の牛肉が届いてもいいような冷凍庫が用意してるんですけど、うん、警戒っていうか警戒してないですよ。上がりようがないんで、うん、あの体勢になったところで上げようがないし、多分まあまあ鈴木選手の試合は全部見たわけじゃないけど、過去最大じゃないですか、僕の体格が多分やった中で。経験がないから、そこをついていこうかなと思ってますけど。